日本共産党の佐々木健翔でございます。最初に、G20 の問題についてお伺いしたいと思います。この財政出動による景気刺激策というのが、一つの話題になったというふうに報道されております。朝日新聞のこの3月16日付によりますとですね、ガイトナー米財務長官との会談を13日に、与謝野大臣が行ってですね、その中で、米国の主張に沿って国内総生産 GDP の 2% という財政出動の数値目標を達成する意向を表明したと、こういうふうに報道されております。こういうふうに、意向を表明されたんでしょうか。与謝野大臣。ガイトナー米国財務長官との会談や G20 の会合において我が国は累次の経済対策を実施していること、また総理の指示を踏まえて与党において今後の経済情勢の変化への対応策の検討が始まっていることなどをご説明申し上げました。その際、75兆円の規模の経済対策によりすでに GDP 比 2% 程度の財政措置を行うこととしていること等をご説明申し上げました。ただしそれ以上に踏み込んで何かを約束したとか 2% の財政出動にコミットしたということはなかったわけでございます。委員長。佐々木健翔君。この GDP2% っていうのはですね、非常に大きな規模で、500兆円とするとですね、約10兆円となりますかね。大変な金額で、しかもそのこれからこれをやるということになりますと、一体何もまだ決まっていないのに新たにですね、こういう発言されるというのは非常に私は問題が大きいと思ってお聞きをしたわけです。で、欧州の側ですね、一体この 2% というのはどこから出てきたのかということなんですが、実はそのヨーロッパではなくて、サマーズ、米国家経済会議議長がイギリスの新聞のインタビューでですね、各国が協調して財政出動を継続的に強化する重要性を表明したと。で、それに、続いてですね、ガイトナー財務長官が国内総生産の 2% 相当の景気対策を実施すべきだとの考えをにじませ始めたというふうに報道されているわけです。正式に提案をしたわけではなくて、そういうにじませ始めたと。で、それに対してヨーロッパの側はですね、その呼びかけは好ましくないという反発をしたというふうに、報道されているわけです。つまりその金融対策をまずはやった上で、というのがヨーロッパの側の考え方で、何か財政から始めるというのはおかしいではないかという、どうもそういう議論らしいんですね。で、そのそういう中で、与謝野さんがアメリカの言い分に賛成だというふうにこう言うとなるとですね、何か日本だけが対米追随ではないかと、こういうふうになってくるわけでございますので、そういうふうに今おっしゃってはいなかったというふうに言われるわけですが、この報道はじゃあ そういう、実際とは違うということなんでしょうか。与謝野大臣。これはガイトナー長官も言ってられましたけども、自分は 2% ということをIMF の考え方を参照にしていったんであって、他国に、強要しようとかそんな考え方は全くないと、そういうことをおっしゃってました。ですからこれは IMF の数字だということをおっしゃってました。で、私どもはすでにやっております。経済対策20年度の1次、それから20年度の2次、それから国会でお認めいただければ21年度の当初予算、こういうものを合わせますと、数え方にもよるんですけども、
おおむね 2% 程度のところまでは行っておりますという説明をしただけでございます。佐々木健翔君。それでは次にですね、この、G20 で、主要な議題になったのは国際金融危機に対する対応だと思いますが、前回の G20 ではですね、国際的に活動する金融機関あるいはヘッジファンドなどに対して、監視あるいは規制を強化するという方向が出されて、4月にですね、その中身がですね、具体的に、検討されて、各国で、合意を得ると、こういうふうに前回は方向付けがなされていたと思うんですが、今回の G20 でですね、その方向に向けてどのような議論が行われて、日本としてですね、どういう提案をされたのか、それをお聞かせいただきたいと思います。与謝野大臣。日本としては国際金融に関する一定の規制は必要だということはもちろん日本の立場を説明申し上げました。どういうものを対象にした規制かといいますと、一つはヘッジファンド、それからタックスヘブン、こういうものはやっぱり考えなきゃいけないだろうと。それから日本ではすでに格付け会社の登録制に関する法律を出していますということを申し上げました。ただヨーロッパの一部で議論されております最低自己資本比率を引き上げようという議論は日本においては信用収縮を招くんでとても受け入れられません、受け入れられませんということははっきり申し上げました。委員長、佐々木健翔君。前回はですね、国際的に活動する金融機関というのが、一つの対象として、かなり重視をされていたと思うんですね。でなぜかといいますと、この今回の投機資金はですね、実際にはそのヘッジファンドなどがかなり投機的な行為を行っていた。でその資金を供給したのがですね、複合的国際、巨大金融機関であると、こういうふうに、言われております。でしたがってその大元のですね、金融機関のあり方、つまり、金融だけではなく、証券も含めてですね、垣根を取り払って、その投機的な分野にどんどん資金を供給するというですね、そういう活動自体がやはり問題だったと、こういう反省のもとで監視というものが、強調されたんだと思うわけです。それは議論にはならなかったんでしょうか。与謝野大臣。これは財務大臣中央銀行総裁会議の声明の中の金融システムの強化という項目に、すべてのシステム上重要な金融機関市場商品が適切な程度の規制監督のもとに置かれ云々というところに書いてございまして、当然今先生のご指摘になったそのもともとの金融機関証券会社というものの監督についても言及がなされ、これからいろいろ合意がなされるように進んでいくと思っております。委員長、佐々木君。やはりそこのところが非常に重要なことであってですね、一体その今回のアメリカにおける金融バブルというのがなぜ発生したのかというその原因の究明、それからそれを、拡大してきた主体は一体誰だったのかという問題、そしてなぜそれが起こったのかというその原因として、例えば金融と証券の分離という原則が崩れてですね、一体化して投機的なところに走るようになった、そういうこと全体を含めてもう一度再検討するということが私は必要だと思うのですね。日本としてもそういう点でしっかりとした方向性をですね、やはりもっとはっきりとですね、提案をする必要があると思うんです。途上国側、ヨーロッパの側、等はですね、ある程度、特に途上国中心にそういう要望が強いと思うんですけれども、やはり日本も、
そういう方向をしっかり頭に入れた対応というのが必要だと私は思っております。じゃあ次にですね、国境措置と農業中小企業の問題について伺いたいと思います。国境措置といいますと関税がですね、非常に大きな役割を果たすわけでありますが、その前提としてまず与謝野大臣の認識をお伺いしますが、日本の農業とかですね、中小企業、これは大変雇用の面でも、あるいは国土の保全の面でも非常に大きな役割を私は果たしていると思います。与謝野大臣は日本経済の中で農業と中小企業はどういうこの役割を果たしているのか、どういう位置づけ役割を果たすべきか、そのお考えを聞かせていただきたい。与謝野大臣、中小企業はまず全企業の 99% を占めて、おりますし、従業員数を見ましても4088万人という日本で働く方々の7割を占めているわけでございまして、やはり日本の経済が活力を回復するためにはやっぱり中小企業が活力を取り戻すことが必要だと思いますし、また中小企業は日本の経済の底力でもあると思っております。でそういう意味では我々は中小企業の資金繰りなどできるだけのことをしなければならない。これは中小企業を守るというよりはそこにある雇用を守るという意味も非常に重大だと思っております。農業の方は私の選挙区には農業というのはないんですけども、農業っていうのはやっぱり、日本の食料事情を考えても日本の環境保全を考えても日本の文化を保全するということから考えても経済計算以上に重要な分野だと思っております。委員長、佐々木健翔君。配布資料を見ていただきたいんですけれども、まず1枚目はですね、食料自給率の推移ということで、主要な農産物の自給率、それから全体の統計が出ております。下の方に、カロリーベースの食料自給率が出ておりますが、昭和40年度は 73% で、その後はですね 50% に下がり、さらに今 40%、これよく使われる数字ですけれども、非常にこの自給率が低下したことがですね、今の食料不安、国際的な食料高騰の際にはですね、日本は大丈夫かと常に、議論になってくるわけで、一番ベースになるところですね、これを引き上げなきゃなんていうのは私は基本だと思いますが、なぜこういうふうに下がったのかですね、その原因を明確にしなければいけないと思うんです。大臣、どのようにお考えでしょうか。与謝野大臣。これは石破大臣に聞いていただいた方がいいと思うんですが、一つ明らかに自給率がカロリーベースで下がった一つの原因は、日本人の食生活が大きく変わったということでございます。ご飯に梅干しだけっていう時は自給率は高いわけですけども、肉を食べたり鶏を食べたりって言いますと自然に自給率は下がってくる。しかしそれでも下がりすぎだと私は考えております。それから下がってる原因の一つはやっぱり農家所得が一時期最高6兆円ありましたのが今農家所得が3兆円しかないっていう、その農家所得の大幅な減少が食料事情を悪くしているっていう側面があると思いますし、もう一つは、なかなか若い方が農業に従事してくださらない、農家の特に専業農家の高齢化が進んでいるということも一つの大きな原因だと思っております。委員長、佐々木健翔君。
食生活が変わったというのももちろんあると思います。まあ、それもアメリカのいろんな日本に対する、食料戦略といいますかね、背後にそういうもの私はあったと思っておりますが、私は国境措置というのが一つ重要なポイントだと思っておりまして、例えば牛肉オレンジの自由化とかいろんな形で、農産物の輸入自由化というのがこの間行われて、我々はそれはやるべきじゃないと、もっと国内保護しなさいという主張をしてまいりましたけれども、それが強行されたという事実があったと思いますし、それから農家に対する支援というものがですね、やはりその十分行われてこなかったと、後退したというのがあったのではないか。でそういう点で、食料自給率そのものがですね、ずっと下がってきてしまう。で具体的な例を挙げますと、繭とかですね、綿棒紙、絹の糸ですけれども、こういう産業が日本ではもうすでにこうなくなってしまっているわけですね。でそれもやはりこの国境措置の問題とも関連をしていたのではないかと私は思うわけです。それからこの自給率見ましてもですね、例えば小麦は 14% ですね、大豆はですねわずか 5% で、ほとんど、輸入に、頼っているわけでありまして、まあこの豆腐にしてもですね、ほとんどがもう外国製と言っていいような状況であります。で、例えば最近の例としては、この委員会でも私取り上げましたが、こんにゃくというのがありますね。このこんにゃくはですね、この途上国向けの、無税無枠措置が導入されて、かなり大きな変化が起こりました。農水省に確認しますけれども、この輸入数量、収穫量、これはこの間どうなりましたでしょうか。道上農林水産省大臣官房審議官。お答え申し上げます。すみません。こんにゃくについてでございますけれども、輸入数量につきましては、平成20年4月から12月までのこんにゃく芋の輸入数量は267トンということでございます。それから、収穫量、生産収穫量でございますけれども、20年産のこんにゃく芋の収穫量は、5万5500トンということでございます。この輸入数量はですね、平成19年の場合はですね、100トンだったわけです。2枚目のこの資料の右下に、こんにゃく芋の輸入量というのがありましてね、これ見ていただければ分かるんですけれども、今説明があった数字は、267トンですから、100トンから、3倍近くに増えているわけです。でとりわけこのミャンマーからのですね、前年ゼロだったのが187トンボンと増えたわけです。でこの収穫面積、収穫量というのが国内では減っております。この国境措置をこう取り払ったり、それを低めた結果どういうことになるかというのは、一つの非常に部分的かもしれませんけど、そういう事例として今紹介したわけであります。で2年前にですね、農水省が国境措置を撤廃した場合の国内農業等への影響についてという試算を出しております。大臣ご存知かもしれません。次の3枚目を開けていただきますと、これは松岡農水大臣の時代にですね、公表したものであります。大変な、国境措置がなくなれば大変な影響が出るというのは、これはもう誰が考えてもそうなわけですが、いくらの影響が出るかということで、国内農業生産の減少がですね、約3兆6000億円、これ大変な規模なんですね。で GDP の減少はですね、約9兆円、雇用機会が失われる人数はですね、375万人分、
食料自給率の低下、今 40% ですけれども、国境措置がもし全部なくなったら 12% に下がるだろうと。でそういう意味で、この国境措置というものは大変重要な役割を果たしていると私は思うわけであります。で農水省に確認しますが、この数字はですね、現時点でもこれ変わりありませんね。林田農林水産省大臣官房審議官。お答えします。変わりございません。委員長、健翔君。それで予算の大臣をお返ししますけれども、まあ、こういう日本の農業を守らなければならない、そしてまたその役割大きいと最初におっしゃいました。でその中で国境措置の役割というのも私は大変大きい。今後これをですね、どんどんこう下げていくようなことにあってはならないと私は思うわけでありますが、大臣のですね、基本的な考え方お述べいただきたいと思います。予算の大臣。日本は貿易が成立しなければ生きていけない国であると思っておりますから、WTO の交渉などが進展するということは、私は日本の利益だと思っております。ただしこの時に、政治は日本の農業をどうするか、水産業をどうするのかという非常に大きな難問に直面をいたします。で日本の農業や水産業を犠牲にしてももっと自由化を進めるのか、そうはいかないっていうのかっていうのが、これは政治としての重要な選択でございますが、私は農業にどんなに補助金を出しても、私はいいんじゃないかと、思っております。やっぱり日本の基礎的な食料、基本的な水産業、こういうのはやっぱりみんなの力で守るっていうことはどうしても必要だと、また子孫に対する責任でもあると思っております。ですから WTO 等の貿易の自由化交渉と日本の農業を守るっていうものを両立をどう政治が図っていくかっていうことが、これから我が党ばっかりではなくて全ての政党に課せられた大きな課題であると思っております。委員長。佐々木健翔君。私は日本の農業をしっかり守りですね、しかもこれを発展させると家族農業を中心にですね、この安定した経営ができるようにしていく。でそのことが食料を守ることにつながりですね、かつ、国土保全にもつながっていくというふうに思うわけです。で今WTO の問題もありましたし、また EPA が、各国との間で締結されていくということがあって、まあ、日本の農業をどう守るのかというのが非常に大きな私はテーマだと思うんですが、どうも動きを見ておりますとですね、日本経団連などの財界はですね、この EPA を早くやれ早くやれということで、確かに自動車や電気などメーカーに、大手メーカーにとりましては国境措置が低くなればなるほど、資本ですとか、物ですとか、あるいは人の動きを自由化できると、で利益を拡大できると、だからそうしなさいとこう言ってくるわけです。しかしそれをどんどんやっていきますとですね、相手から当然、じゃあ日本は何をやるんですか、そうすると農産物の関税を下げなさいとこうなるわけですね。でその結果、まあ、強い、大手メーカーはますます利益を得ますけれども、弱い中小企業や農家はですね、潰されていくと、こういう結果をもたらすというふうに私は思っておりまして、今の、この国際関係の中で、誰を守るのかと、誰の利益を図るのかということを常に考えないと、これは将来日本のですね、国民の食料あるいは国土の保全、こういう問題を危うくすることに、なりかねないというふうに思うわけです。でこの点で、与謝野大臣の基本姿勢、まあ、先ほども少し、お述べになりましたけれども、私はもっと明確にですね、日本の経済基盤を守るんだと、こういう立場に立って、国民の食料、そして中小企業雇用、こういう面を重視するんだと、それを優先させるんだという立場に立つということは
私は大事だと思うんですけれども、最後にその点をお伺いしておきたいと思います。佐野大臣。まあそのことも大事なんですけども、そのことを突き詰めていくと各国が法主義に走りかねないという危険もあって、やっぱりこういう経済危機の状況の中で各国が法主義に走りますと、やっぱり世界貿易は縮小していくという、そういう危険もあって、それから日本はえらい大きな不利益を得るわけですから、そこはやっぱりよく考えて、自由化もやる、農業中小企業を守ると、これはやっぱり多分、政治が大きな知恵を出さなければならないところだと思っております。委員長、佐々木委員長君。まあ日本の場合はですね、自由化をやりすぎているわけです、今まで。だから自給率がここまで下がってしまったわけですね。そういう反省の上に立ってどこに重点を置くかということを今お聞きしたかったんですけど、どうもその与謝野大臣は従来型の答弁に最後はなってしまったなと誠に、残念でございます。でこれは根本的に私は姿勢を変えてもらわなければならんと、まあ、引き続き、この点議論していきたいと思います。これにて法案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入ります。佐々木健翔君。佐々木君、日本共産党を代表して関税定率法等改正案に反対の討論を行います。本法案に含まれている AEO 制度の拡充は新たに製造者にも適用範囲を広げ、保税地域への貨物搬入後に行っている輸入申告を輸入搬入前にできるように関税手続きを規制緩和するものであります。一部のコンプライアンスの高い業者に対し関税手続きの優遇措置を付与する、これまでの AEO 制度と同様、関税の検査機能を骨抜きするものであり反対であります。また日本の農業に重大な影響を与えてきた WTO 農業協定による米などの関税化措置の暫定税率1年延長にも国内農業への農家への影響から賛成できません。一刻も早く各国の食料主権を保障する貿易ルールの確立が必要であり、それまでの期間国内農家を保護する措置を当然取るべきであります。なお緊急、特別緊急関税制度等の延長や、偽造印紙、郵便切手等を輸入禁止貨物に追加すること、暴力団員による保税増置上等の申請は不許可とすることなど、賛成できる項目も含まれておりますが、総合的に判断し先に述べた理由から本法案には反対いたします。